変身が鉄の槍、槍ということは剣か。剣だから剣ないんだよ。さっきから言ってんじゃん、剣ないんだよ。全員ルーテ攻撃されるな。きつこれ、きつこれ、どこ行っても無理じゃん。こいつとこいつ幅同じなんだけど。上めっちゃおるな、上めっちゃおるやん、絶対勝てんよ。どうしたらいいんこれ、もう無理無理。こいつら上手いやろ、やっぱ最悪だな。剣か槍か、槍か、槍か、剣だよ。なんでこんな槍が多いんだよ。くそ、剣のやつら殺すんじゃなかったな。あ、きついなこれ、本当にきついなこれ。あ、剣こっちしかいないしな。アメリアまだ育ってきてないのに、ここきついなマジで。あー、ガルシア行くか。手持ちを、あ、誰か進化させた方がいいかなこれ。エフラム、お、いいね、一体倒した。エフラム、よいしょよいしょよいしょ。 OK、 エフラム、あ、スパイフラム進化できるのか。ゼト、よいしょ。うわ、オノの攻撃が高い。ゼト下手したら死ぬぞ。あ、大丈夫、いける。うわ、右上マジでやばいなこれ。みんな動くの。あ、クーガー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 、一緒にどこやった。あぶねー、エフラムが強すぎる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 。ゼータゼータゼータ、おお、いいね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 、よしよし、これは、お、あ、関係ない関係ない、全然関係ない。よしよしよし、早く左下の、おへー、あぶねー、左下の山賊どうにか動け。うわ、うわ、あぶねー。よし、いいねいいねいいね、とりあえず敵を減らせ。うわー、デュッセル動けんのか。エフラムで離す、あ、離せない、あー、離せないのか。うわ、離せんのか。あれ、クーガー仲間にならんのよ、こう。あー、うわー、あ、クーガーの代わりにデュッセルが仲間なんか、なるほどね。いやー、殺すか、じゃあ殺すか。殺すのはいいけど、とりあえず デュッセル、あれ、デュッセル全然楽勝だな。攻略使っとくか、とりあえず。オッケー、あ、持ち物変えたっけ。あ、やばい、鉄の槍になってる。あ、これ帰れんの、帰れんの、帰れんの、どうにかできるの。無理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 。じゃあそしたらここだな。よし、いや、しょうがない、ミスったけど、ミスったけどしょうがない。じゃあギリアムで攻撃、きついな。5か、よし、鉄なり、なんで8パー、当たんない当たんない。そう、クーガをルーテで倒すか。アメリア、うこ、上やばいな、本当に上やばいな。鋼の剣、鋼の槍、90パー倒すか。はい、オッケー。でルーテでファイヤーで殺すと。あ、お疲れ様。クーガー仲間にしたかったな。あれあれ、あ、びっくりした、天空の鞭手に入らんかと思ったわ。ここだよな、なんか1対1にさ引き込めねんかな。無理か。うわー、この HP の差、こいつらひどいわ。鉄の槍、鉄の剣、鉄の剣、鋼の槍、鉄の槍、あー、まあ一人一体か、この状態だったら。まあ一人一体だったら死ぬことはないでしょう。ここで塞いで、うーん、どうしようかな、回復薬を回復させて、あ、リライブ、この面難しいなマジで、この面難しい。
絶対三大難しい難易度ステージとかに入っとやろ。よいしょ。あ、羽の槍が壊れた。次何を装備するんだ。ゼット。あ、殺しちゃった。やべえ、ゼット、ゼットが死ぬ。うわ、殺すな、殺す。やばい、ゼトが死ぬ。退場格好でゼト。わあ、ゼトが死んだ。ゼト。いや、ゼトに頼っちゃいけないわ。ゼトに頼っちゃいけないわ。もうガルシアはもうレベルアップさせようかな。わあ、ゼト死んじゃった。ゼトいなくなったのきついかな。おー、ターナー、バカなの。ターナもいなくなった。いやー、その代わりデュアンダルが、うわうわデュッセル別に助けんでもよかったんじゃねえ、あれ強いから。しかもここ効かねえし。うわー、デュッセルてかここやばいな本当に。アメリアレベルこいつの方がいいな。早くしよっか。あ、攻撃して回復しよう。ひどいな。いやー、うわめっちゃ暗い。ライブじゃなくてリライブで回復しようか。念のためセット死んじゃったか。いやでもドゥランダルレベル、あ、レベル仲間になるんじゃない。とりあえずここら辺の敵を殲滅させるか。ルートでファイヤー。これ倒して、うわー、ね、もう強いね本当に。これ突撃させていいんじゃないこれ突撃させていいんじゃないこれ。全部返り討ちしそうな感じやけど。あとな、あと25か、うん、いいな、突撃させよう。全然いけるよ。一応マックスに差し入っていけるやろこれ。やってみたい感がある。多分死ぬことはないと思う。オッケー、はい強いなエフラム。うわー、ファイアーエンブレムじゃなくなったな急に。おー、エフラム強い。あ、最初からこうやってやっとけよかったわ。エフラム強っ。負ける気配がないわ。うわー、エフラム強いな。防御力も上がっちゃって。またアメリアー、ガルシアー。うわー、意外に食らう。あいつうざいな。もうターナーいなくなっちゃったからな。うお、必殺だとここで。あ、あいつら動かない。びっくりした。さすがにこいつは死ぬ思った。全然全然やな。必殺の値値があるんか。一旦下がるか。さすがにフルートもやばいな。フルートもやばいな。はい、これで耐えるやろ。クライブ OK。 左下は大丈夫だし、右上か。傷薬が持つかどうかだな。クライブ OK。 銃しか返せない。傷薬を使うと。よいしょー、よしよ。デュッセル放置してもよかったな。アメリア弱いな本当に。あ、やばいな。ガルシアこの次、うわい、次やばいな。危ね、
お、いいね。最終ターン来た。いやきつかったな今回。ずっと死んじゃったし。鉄の剣で必殺が出ても死なん。えい。いやー今回きつかったな。今回誰かレベル上げたいな。レベル上げたいなじゃない、誰か進化させたいな。もうきつい、本当にきつい。ガルシアラはレベル12だしな。ルーってもうレベル19だから上げてもいいな。お両方死にそうじゃんかよ。この注文の削りすぎと。よいしょドライブと。よいしょってかこっち 有利なの全然与え、全然こいつ殺さんな。一人殺すのに56ターンかかるの。よいしょいいね。オッケー、はい、これ終わったかな。関係な。リブロ欲しかったな。おお、みんな逃げた。やったぜ。あ、お前死んでる。お前死んでるからな。お前死んでるからな。やっぱ死んでもゼタは来るんだね。おやったぜ。入れ替わりでゼトの代わりにあれだな、ディッセルが仲間になったな。これは相当でかい。魔物倒して、よしよし行こうというところで、幽霊戦、あ、なんか聞いたことある気がする。なんかすごい難しいっていう噂を聞いたような、聞いてないような気がする。というところで今回はここまでにしたいと思います。今回死んだのは誰と誰だ。カイルじゃない、ゼトと、あの馬のやつだな。誰だっけ。馬、やべえ名前忘れちゃった。死んだやつの名前忘れちゃった。最悪だな俺、最悪だな。まあ、お、でもデュッセル斧か。斧欲しかったんだよな。まあ育てることはないけど強っ。育てることないけど強。やった、守り役が増えた。いやもう少なくなったな。やべえな、もう 6体しかおらんよ。で育てるやつはほんと3、5体しかおらんな。やべえな。でルーテはレベルを上げて、レベル上げてじゃない、進化出して、ガルシアももうそろそろ進化させるかなとは思ってます。防御結構けど魔法低いな。エフレムが超強いからな。あ、スバイサーマックスだ。
というところでね、今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。